チケット代高すぎ。すごく残念。J1 セレッソ大阪のミッドフィールダー、香川真司は7月28日、フランス1部パリ・サンジェルマン、PSG のプレシーズンマッチで、後半の頭から途中出場し、決勝ゴールを挙げた。後半34分に美しい、勝ち越し点を決め、3対2の勝利に貢献。大阪では3連戦となった、今回のジャパンツアー。香川の一撃で締めくくられた3試合だったが、昨年に比べて課題が浮き彫りになった香川も苦言を呈した高額なチケット代。そのため、空席が目立ってしまう事態に陥った。香川が PSG 戦で見せた。2対2の後半34分、ペナルティエリア付近中央でパスを受けた香川は右足を振り抜いた。ボールは美しい軌道を描いて、相手ゴールキーパー、ジャンルイジ、ドンナルンマの手が届かない、ゴール右隅へ。ビューティフルゴールでセレッソ大阪は勝ち越しに成功した。この日は32,430人が駆けつけたが、メインスタンドのほとんどが10万円から35万円にも上っており、会場は空席が目立った。その中で香川は、ここまで言う必要はないかもしれないけどと切り出すと、高額なチケット代について苦言を呈した。チケットの値段については考え直してほしい。これだけのチームが来てくれた中で空席になっちゃうというのは、やっぱり子供たちが見やすい価格で設定してくれたら、それはすごく残念に思っている。この日の PSG 戦は、最も安いゴール裏で大人は1万円に設定された。初戦の PSG 対アルナスルでは観客24,532人、2戦目となったインテル対アルナスルは13,805人だった。収容人数約5万人のヤンマーでは最高15万人を動員できたが、3試合の合計は71,667人と、約半分ほどしか埋めることはできなかった。いずれも空席が目立った大阪での3連戦。香川の意見は、今後の日本サッカーのためにも貴重なものとなった。 PSG が決めてんの頼もしい男だな。やっぱり海外組は J リーグに帰還しなきゃダメだ。この前の明らかに1万人以下だったな。しかし東京は埋まるという、エムバペもいない、メッシもいない、ネイマールは出ない、こんなチーム誰が見に行くの。ルヴァンの大阪ダービーの時点までメッシが映ってる画像を使って宣伝してたけど、騙しきれなかったみたいだな。メッシ、ネイマール、エムバペ、ラモス類がいたから価値があったのに、ベンチにネイマールが座ってるだけだからな。なんでこんな価格にしたの。毎度のことだけど、ガラッガラ、マンシーノは入ってたな。目玉選手がおればな、35万、もう特殊詐欺レベルだな。10から35万って、もちろん、セレッソ大阪も、観客、見つけるのが大変なレベルにガラガラ。